壮年期の肖像画、エドワード・ウィンパーは、イギリスの登山家、サシエモク木版画家。ロンドンに生まれる。11人兄弟姉妹の次男で、父が画家だったので、家業を引き継いだ。1860年に、英国山岳会、アルパインクラブからの依頼により、アルプス山脈に赴き、それ以来登山を続け、とりわけ1865年に7度目の挑戦で、 マッターホルムを初登場したが、下山中に仲間4名が遭難死し,し、大きな非難を浴びた。1871年に出版されたアルプス東半期は多大な反響を呼び、間もなくフランス語やドイツ語に訳された。1867年と1872年にはグリーンランドに探検調査している。1879年冬から80年夏にかけ、 エクアドルに遠征探検し、赤道地域のアンデス山脈にあるチンボラソなど八つの広報を登場した1891年にアンデス島半期を出版している。生態系の調査、地理測量も精密に行っており、画家なので彼の著書には多数の図版が用いられ、描写の白新性ゆえに著作が登山探検記の古典になる一助ともなった。1892年に、 王立地理学会から金メダルを授与された。ヘンリー・ウォルター・ベイツの著書の挿絵を制作し、共同研究もしている。画家としての仕事は20世紀に入るあたりに写真技術の普及に伴い畳んでいる。1899年に公園旅行のためアメリカ合衆国に1900年代初頭にはロッキー山脈登山旅行のためカナダに三度をも赴いた。 1911年登山旅行中にフランスモンブランにあるシャモニーモンブランの旅館で休成した。1865年のマッターホルーン遠征の際に自ら考案、作成に携わったテントを持ち込み活用した。このテントは底面が正方形、直立する側面が正三角形になる、要2本の骨組みを交差させボルト止めできるようにしたもので、現在、 A 型テントと呼ばれるものの原型となった。底面にはゴム引きの防水布を使用、棒を2本立てただけの従来のチェルト型より、台風性も飛躍的に向上した上で 10kg 以上、軽量化し、設置も容易になるなど、画期的なものだった。その後大型で居住性の高いかまぼこ型のテントが登場すると、ベースキャンプではかまぼこ型、上部の全身キャンプでは、 ウィンパー型といった使い分けがなされるようになった。詳細は、ウィンパーテントを参照より、台風性が強いドーム型テントが登場すると登山の全身キャンプで使用されることはなくなったが、A 型のテント自体は骨組みに、針の部分の追加、より軽量な警合金のフレーム、設置、収納。ありがとうございます。